おはようございます。おはようございます。今日も明日も SDGs 第6弾、本日も放送していきたいと思います。本日パーソナリティの木安壮太です。本日パーソナリティの古谷陽介です。よろしくお願いします。さて、昨日は宮さんが、初めての今日も明日も SDGs の出演でしたが、今日は、古谷君が、初めての、今日も明日もですね。はい、どうですか、緊張してます？めちゃくちゃ緊張してて。あ、そうですか。昨日も、ね、夜も眠れずと。朝は起きましたか？あ、寝てないんですよ。寝るのをやめたら起きなくていいということ。なるほど、それは、はい、変わりのか。はい、じゃあ今日はそんな古谷君と、放送していきたいと思います。はい、本日最初のコーナーに参りたいと思います。最初は、マイボトルダンスです。本日は京都工科女子大学の皆さんに踊っていただきました。それではご覧ください。どうぞ。おはよう朝だよ、素敵なここ待ってる、今日は何を工科女子大学の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、本当に僕たちと同世代の、大学生に踊っていただけるというのは非常に、嬉しいですし、 もう何よりもこの動画のクオリティがすごかったですね。そうですね、すごい編集も凝っていて、いろんな視点から見れたというのはすごい面白い。本当に見入ってしまいましたね。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。では、続いてのコーナーに参りたいと思います。続いてはコンソ企業のみんなごとかです。本日は株式会社エコミットの本山様にお話をお伺いしたいと思います。本山さん、聞こえますか？はい、聞こえます。あ、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、早速、お話をお伺いしていきたいと思うんですけれども、まずはじめに本山様や、株式会社エコミットの、ご紹介というものを簡単にしていただきたいと思います。はい、かしこまりました。ちょっと画面の方を共有させていただきます。はい、よろしくお願いします。今画面は映っていますでしょうか？はい、スライドショーにはなってないですが、全画面出てますか？はい、画面は見えております。あ、あれ、全画面で出てないですか？あ、じゃあ、こっちですか、ね、今どうでしょうか？今大丈夫です。あ、はい、すいません。ありがとうございます。あ、じゃあ、改めまして、株式会社エコミットの本山と申します。で、私自身はエコミットにはですね、今年の2月に、実際に加入をしまして、で、それから、エコミットが何をしているかというのを学びながらですね、今年の方にもですね、お世話になってきました。で、というところもありまして、今回は、エコミットの代表というところで、ちょっと、緊張はしつつも、ちょっと、伝えれるところを伝えれればな、というふうに思ってますので、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと簡単ではあるんですが、ちょっと、会社のですね、ことについてお話しできればな、というふうに思います。株式会社エコミットはですね、実は鹿児島県の薩摩川内市というところに本社を置いております。鹿児島市、新幹線が止まる鹿児島市から、左上って言ったらいいんですかね。新幹線でも10分の距離なんですが、下道で1時間ぐらいの距離のところに、本社があります。で、代表は右下に写真がありますが、川野照之が代表として、約15年ほど創立してからですね、経っております。で、エコミットがですね、何をしているかということなんですが、まず、今、我々が過ごしている便利な世の中っていうところは、あくまでも先人たちが、なんていうんですかね、成し遂げてきましたというか、
いろいろとやってくれたおかげで、便利な世の中があります。まあでもその代わりにと言いますが、見捨ててきたものというか、置き去りにしてきたものっていうのがあります。それが環境だと思っています。で大量に物が作られて、我々が消費していって、その代わり、そのまま、なんていうんですかね、捨てられていく、大量に捨てられているっていう社会が今一方通行で行われています。それを循環させていこうというのが我々エコミット、なんていうんですかね、行動です。会社としての行動です。まあそこに循環かけるテクニックというふうに書いてますが、もうまさに一方通行だった、横一直線だったものを循環させていこうというところで、我々はまあ自分たちのことを循環商社だなんていうふうに言ったりするんですが、まあ、循環の仕組みを作る会社と思っていただければいいと思います。で、その循環を作る上で向き合う社会課題というものがあります。過去に3つ書かせていただいているんですが、まずそもそも循環のインフラというものが不足しているというところ。あと、2つ目が単独活動、企業とか自治体の取り組みが単独活動にとどまっているというところがあります。やっぱり循環を作る上では単独活動では良くなくて、いろんな企業だったり自治体との協力が必要だよというところで、その仕組みを作ろうと。で、3つ目、これが一番大きいところだと思っているんですが、まずそもそも我々がそれに循環を作る上で身近な仕組みがないというところですね。この3つ目の大きなところも解決していきたいというところで取り組んでおります。というところで、我々のミッションとして、まあ、業界、組織をつないでいく中間型社会を実現するというふうに言わせてもらっております。まあ、これも下にもうそのまま書いてる通りなんですけれども、15年間、エコミットが創業からやってきたこのノウハウと、で新たなテクノロジーというところで、都市と地域に循環の仕組みを作る。まあ、このビジネスの名前はまあさておいてというところで、まあ、テクノロジーに関してもやっぱりその回収をするだったりとか、捨てられたものを発掘するっていうところにおいても、やっぱり、俗人的なところがかなりありますので、そこをテクノロジーどうにかこう簡略化しながらといいますか、省略しながら、どう循環の仕組みを作っていくかというところを取り組んでおります。まあ、サービスに関してはもう、詳しくは説明は今回は割愛させていただくんですが、まあ、主に3つあります。1つ目がマイニングと我々が呼んでいるものでして、まあ、いわゆる捨てられたものの中から価値あるものを、再発掘する。というようなサービス。で、もう一つがリポストという、不要品、消費者を巻き込んで、不要品の循環を仕組みを作るもの。で、下に、一番下が EVP と書いてますが、これはいわゆる、ちょっとさっき言ったテクノロジーの部分ですね。可視化してデータを収集するシステムのこの3つのサービスがあります。で、エコミットの循環センター、保有している循環センターが全国に約7カ所ありまして、まあ、地元のといいますか、エコミットがある鹿児島、九州でいうと福岡、まあその他、関東エリアだったりですとか、で、もろもろありますというところで、で、エコミットはですね、意外と女性ですね、女性の比率がかなり多いというところもあって、僕も実際に、東京の事業所の方に行ったりとかして、女性の方々がパワフルに働いているというところを目撃していますので、まあ、女性も、すごく活躍しているという会社です。まあ、これはまあメンバーというところで、まあ、左上が代表の川野で、まあ、まあ代表として6名挙げさせてもらってますが、まあ、各分野のですね、まあ、エキスパートといいますか、というものを書かせてもらっております。まあ、例えば自治体のスペシャリストで、経営だったりシステムだったりというような感じでですね、さまざまなメンバーが活躍しておりますというところで、会社概要の方は一旦説明させて、終わらせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。この循環商社という、キーワードが非常に、印象的でしたけれども、そんな、はい、エコミットさんでその、お仕事をしていらっしゃる本山様が、SDGs のために、自分ごと化していることで、みんなに、広めたいと思っていることというのがあったらよろしくお願いします。はい、まあ、SDGs の自分ごと化というところで、まあ、何をしているかなと考えたところを時にですね、やっぱり僕は何らかの前職だったりとか、まあ、今の仕事はもちろんなんですが、やっぱり洋服に関わることっていうのがすごく多くてですね、洋服に対していろいろとこう考えることを、環境について考えることが多くなっています。で、その中で、やっぱり僕、洋服は好きなんですけど、まあ、できるだけ買う前に考えるというところからですね、意識しています。というのも、洋服、着ない服が多いっていうのは、そもそもが
サステナブルではないと。っていうところで、この服ってめちゃめちゃかっこいいし、着たいけど、本当に着続けられるかなというような、っていうようなことを考えたりですとか、まあ、今はユニクロさんだったりとか、H&M さんだったりとか、安い洋服っていうものが結構あると思うんですけれども、まあ、その分、長く着れる努力をするようにしています。まあ、どう努力するかっていうところは、僕はもう、浅い知識なのかもしれないですけども、洗濯を回すときの今の洗濯機ってすごくて、セーターのなんか機能モードというか、のがあったりとか、やさおしゃれ洗いっていうのがあったりとか、なんかそういうようなものを駆使しながらですね、できるだけその洋服を傷まないようにするっていうのを意識して、まあ、自分ごとかというところでは、はい、してます。ありがとうございます。確かに、はい。洋服の、衣服っていうのも、かなり環境負荷が大きい産業だっていうふうに、はい、まあ、言われております、はい。まあ。かといって、あんまり衣服で環境破壊みたいな、そういった、印象というのが、まあ、衣服が身近な分、あんまり起こらないですよね。ですから、この衣服っていう観点で環境に配慮するっていうのは非常に重要なことだと思います。そんな、はい、ところなんですけども、それでは、本山さんは、みんなことがしていきたいことっていうので、お話いただきましたけれども、それを、どのように広めていきたいと思っていらっしゃいますか？はい、もう一回すみません、画面共有をさせていただきます。まずみんなこと化をするという上でですね、まずリポストっていう我々のエコミットのですね、一つのサービスというものを提案したいなというふうに思っていまして、まずはですね、まあ、もうまた洋服の話かいとなってしまうと思うんですが、捨てるっていう概念をですね、人に送るっていうところに変えていきたいなというところがあります。もうここに書いてる通りではあるんですけれども、実はといいますか、まず先ほども今言われたと思うんですけども、衣類の7割がですね、実際に捨てられて焼却されているという現在の課題が、社会課題が大きな課題があります。なので、それをですね、メルカリだったりとか、そういうところに出店すればいいわけなんですけれども、なんか実際、メルカリに出店するのって結構めんどくさいよね、とか、実際お金が欲しくて売りたいわけじゃないんだよね、とか、そういうのが結構あるんですよね。というところで、まあ、じゃあ、なんでそれがめんどくさいから捨ててしまうのかって言ったら、やっぱり生活の動線上にというんですか、普段生活しているところに、やっぱりその回収をする衣類を、リユースというか、次の人につなげるというような、そういう仕組みっていうのが足りないよねっていうところで、このプロジェクトといいますか、サービスが上がっています。まあ、どういうものかっていうのを実際に説明させていただきますと、実は今、東京駅近辺でですね、大丸湯アクト5というような活動もありまして、まあ、そこに東京駅で約20箇所ないぐらいですね、ポストっていうのを実際に置かせてもらっております。で、そこで、まあ、何をするかと言いますと、まあ、オフィスワーカーですね、が、たくさんいますので、そこで不要な服を持ってきていただいて、それをポストに入れていただきます。で、そのポストを、に、洋服を投函すると、まあ、この独自のポイントといいますか、が付与されますよっていうところ、そういうようなサービスを行っております。そのポイントは、そのエリアでの、お買い物だったりとか、そういうのに使えるんですけれども、まあ、地域の循環もしつつ、経済価値も上げていくと、そういうような活動をしています。で、そういう、まあ、サービスがあるってことをですね、これは実際にポストが設置されている様子なんですけれども、まあ、大きいものからちっちゃいものからあって、この右上にちょっと端末が置いてあって、そこに QR コードが表示されてですね、そこをピッて読み取っていただくとポイントが付与されるという、そういう仕組みを作りました。で、まずはこういうサービスが、あるよっていうところをまず広めていきたいっていうのもありますし、まずはこの東京にいる方はって言いますか、まあ、全国にどんどん展開していくつもりではあるんですが、まず今大きく動いているのはここなので、まあ、実際に見ていただいて、どういう服が、衣類がですね、集まっているのかとか、それがどういうふうになるのかっていう、ところをですね、実際に見ていただくというところが、まずは最初のきっかけかなというふうに僕は思っています。で、まあ、そのエコミットの、まあ、サービスの一つとして、その、
こう可視化され、あ、可視化できるっていうのがあるんですけど、その衣類がこの後回収された後どうなっていくかっていうところですね、実際にレポートとして出すことができるというのがありますので、まあ、安心して衣類を預けられるといいますか、次の手につなげられるのではないかというところで、はい、このサービスがありますというところをちょっと先にご説明させていただきます。なので、まず知っていただくことというのが一番重要かなと思いますので、みんなごとかという言葉にふさわしいのかどうかというのは分からないんですけれども、やっぱりまずは使ってみてというか、まあ、その生活動線上にあるというところの便利さ、それにプラスして、なんかこう、廃棄してない気持ちになれるというか、そういうのも大事なのかなと思っていますので、まあ、実際にエコミットの会社の中にもですね、ポストを実際に置いて、社員が入れていくというのは、そういう仕組みもやっぱり実際に、ただやっていくだけでなく、自分たちもやっていこうというところでやっているというのもありますので、まさにそれがみんなごとかなのではないかなというふうに僕は思っています。はい、ありがとうございます。はい。リポストというので面白そうな、仕組みですよね。僕も見つけてみたらぜひ、利用してみたいと思います。お願いします。はい。で、そうですね。まあ、こちらの、まあ、今お話しいただいたんですけれども、この、まあ、リポストとか、まあ、その衣服っていうところで、観点でみんなごと化していくというところなんですけれども、じゃあちょっと先を見据えて2050年、カーボンニュートラルの重要な年でありますけれども、この2050年っていうのでは、はい、この衣服関連ではどういうふうに、なっていってほしいと思っていらっしゃいますでしょうか。あ、そうですね、まあ、これもじゃあ、あれ入れますかね。あ、これですね。我々が目指すビジョンというところで、サーキュラーバリューチェーンというふうに呼ばせていただいているんですが、今、これ、スクリーン、ものが作られてですね、こう流通行為で売られて、で、我々が使って、それを廃棄するというものがありますが、これをまずなくしたいというところで、この回収拠点というのに力を僕らは入れているんですね。で、自治体さん、企業さん、店舗さんというのになるんですが、そこで、まあ、ここにリポストを置いて、洋服を回収して、それを回収した後に、リユース、リメイク、リサイクルっていうふうにやっていきたいんですけども、その後に、この制度にもう一回戻すっていうことをやっていきたいんですね。で、それで天然資源の利用を抑えていきたいっていうのがありまして、で、それをどんどんこう、繰り返す、ぐる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 させていくと、循環すると。で、左下に大きく、赤の四角で囲ってあるんですが、もうあらかじめ、循環するっていうのを前提とした商品がどんどん出来上がっていけば、2050年とは言わずと言いますか、それまでにもっとできればいいんですが、最初から循環を前提としたものが商品設計になっていけば、廃棄というものがまずなくなり、SDGs にも達成できるのではないかというふうに僕は思っています。はい、ありがとうございます、はい。まあ、確かにもう2050年に限らず、もう一刻も早くこの循環型社会っていうのが実現していってほしいものですね。はい、はい、あと、まあ、突然、でちょっと申し訳ないんですけども、チャットの方で、はい、質問が来ておりまして、この、はい、まあ、衣服の方で、まあ、先ほどリポストといったお話がありますが、1日平均でどれぐらい集まりますかという、はい、質問が、チャットで来ているんですけれども、はい、こちらの方はお答えできそうでしょうか。あ、はい、もちろん、まあ、何拠点もありますので、どの拠点をベースに話すかっていうのは分からないんですけども、まあ、全拠点ベースでお話をさせていただくとですね、1週間でいいですかね、1週間で約200キロほどは、集まっております。結構集まりますね。なので、はい、なので1日換算というと、まあ、割るならしてもらえればという感じなんですが、はい。なので、まあ、それもですね、まあ、認知度がどんどん高まっていけば高まっていくほど、やっぱり集まるっていうのは実感しておりますので、まずはただ置くだけではなくですね、まずは、まあ、皆さんの協力もありながら、まあ、例えば、インスタグラムに上げていただくだったりとか、なんかそういうところからどんどん認知度は高まっていって、で、まあ、実際に衣類を投函してくれる方も増えてくると思いますので、まあ、そこら辺もまた、それこそみんなごとがと言いますか、こういうのやってるよっていうところで、まあ、宣伝って言ったらなんかちょっとやらしいんですけど、拡散していただければなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。まあ、これからもどんどん広まっていったらいいですね。そうですね。はい、ありがとうございます。それでは、はい、
本日は、株式会社エコミットの本山様にお話をお伺いしました。本山様、朝早くからありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では ありがとうございます。では、続いてのコーナーに参りたいと思います。続いてはエコードメンバーのみんなごとかです。本日は、フリア君がお話ししてくださいます。フリア君、今お話できそうでしょうか。できますけれども、はい、その前に、はい、キアさん、運転免許は持ってますか。持ってるんですけど、まあペーパードライバー。ペーパードライバー、うん、それではお出かけするときって何を使いますか。僕は、まあ、あの近くだったら自転車だとか、うん、で、まあ、あのちょっと遠くに行くときは、まあ、電車とかですかね、うん、あと、まあ、この間はちょっと新幹線に乗ってきましたけれども、はい、ちょっと想像してみてほしいんですけど、自転車とかって何も他の外からのエネルギーを使わずに自分で動きませんか、うん、そうですね、そうですね、うん、自動車を使うときって違うっていうのはすぐ分かりますね。すぐ分かりますね、はい、うん、じゃあ鉄道と自動車考えたときどっちの方が環境にいいと思いますか。まあそうですね、鉄道の方がそのたくさんの人が乗れるっていう点で、うん、1人当たりで行くと鉄道の方が環境のには優しいんじゃないかなっていうイメージですが、そうですね、はい、どうでしょうか。それではちょっと画面共有させていただくんですけど、はい、今キアさんがあの答えてくださったように、うん、鉄道が、ね、主な交通手段の中では一番環境に優しいんですね。もうこんなに差があるんですね。そうですね、だいたい1キロあたりなんですけど、うん、6倍近くの差が自家用車との間には開いています、うん、でさっきキアスさん、新幹線とか鉄道を使ってお出かけをするっておっしゃいましたね、うん、ここで大事になってくるのが、どこへでも鉄道で行けるわけではないですよね。あ、確かにそうですね、はい、あのこれは今回持ってきたデータなんですけど、総人口の 51% が日本においては駅から15分圏内に住んでるんですが、裏を返せば 49% が、うんうん、車がないと生活できない場所に住んでいる。なるほど、はい、キアスさん、教習を受けられたということは高速道路に乗ったことがありますね。 ありますよ、はい、高速道路に乗るときってどんな風にアクセルを踏んだか覚えてます。どんな風に、まあなんか教習のときは、うん、まあ、80キロぐらい出すっていうことで、そのまあどんな風にだったか、まあ思いっきりそのビビって60キロぐらいだったんでもっと出すようにして怒られたような、そういう記憶がありますが、目いっぱい押しますよね、うん、するとエンジンがすごい回転して、うん、その分だけ CO2 が出るんですよ、うん、ですので、まあ乗用車いろんな種類があるんですが、この教習車とか皆さんが乗ってるようなガソリン車ではすごい量のガソリンを一気に消費します、うん、はい、ということで今回はですね、ここまで前置きが長くなったんですが、はい、どうやったら車で移動しないといけない社会で、うん、より環境に配慮して動いていけるのかということについて、うん、僕の体験とその実測値を踏まえてですね、お話ししようということです、はい、面白そうですね。そうですね、今回はあの一番最後のページがメインでして、ここもそのちょっと前置きなんですけれども、前置き、はい、はい、今はね、車、いろんな車がありますよね、うん、ハイブリッド車って聞いたことあります。そうですね、はい、うん、電気自動車って聞いたことありますか。電気自動車も最近ヨーロッパを中心に広まっているような。電気自動車ってあんまり見なくないですか。日本ではまだあんまり普及してないっていうイメージがありますよね。そうですよね。この今示した下2つ、水素で動く車、電気で動く車っていうのが、うん、あのいわゆるエコな車って言われてるんですけど、そうですよね、見ないとおっしゃったように、実に、売れてる車、1年間で売れた車のたった 0.6% しかその2種類がないんですよ。あら、1% にも満たないんですね。そうなんです。だからつまり、その大学の駐車場とか行っても、電気自動車が1台いればいい方だっていう話ですよね。うんうんうん、で、まあもちろんさっきもあの前のコーナーでも話したように、将来を見据えてどん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 エコな風に持っていっていて、うん、まあ将来的には日本でも電気自動車だけにしようっていう話は進んでるんですけど、車の買い替えって長いスパンでするって分かりますか。うん、確かに、まあなんか、まあ僕のその今実家の車もなんだかんだ
もう10年近くですかね。はい、長いです。長いです。そうですね。車の買い替え平均で 8.5 年と言われています、うん。だからこそ今できることというのは、環境に配慮した走り方で車を走らせるということなんですね。うん、はい。それでは、その環境に配慮した走り方がどういうふうに作用していくかを見ていく思うんですが、僕これ、アクセルの踏み方ね。ふんわりアクセルって呼んでいます。うん、はい。例えば、これ、例として持ってきてものなんですけど、ふんわりアクセルで走行するって、どういうことなのか分かりますか？まあ、イメージとしては、急にアクセルをギュって踏まないっていう感じですかね。そうですね。うん、街中とか高速に乗るときでも、ふんわりとゆっくりアクセルを踏んであげることで、エンジンの回転数を抑えて、よりエコに走ろうっていう考え方ですね。うん、なるほど。はい。実は車は80キロぐらいが一番燃費性能がいいと言われていてですね、うん、なのでふんわりアクセルとその80キロと組み合わせることで安全運転にもつながってくるよっていうのが僕の発信したい走り方です。はい、高速の時とかですかね。そうですね、はい、高速乗るときにギュッと踏まないよということですね、うん、はい。で、今示してあるのが実際に走ってきたときに撮ったデータですね、うん、これはホンダのフィットなんですけど、まあ、カタログ、つまり一番いい状態で走ったスペックが1リットルで20キロ走れますと、うん、はい。じゃあ普通にグッと踏んだりとか急減速したりとか、要はふんわりアクセルを実施しなかった場合どのくらいかというと、例えば徳島まで390キロ前後走ると 15.93km、1リッターで。で、これヒッチレースって書いてるのは1275キロ走ったデータで、これが大体こんな感じで、京都から四国、西半分をぐるっと一周して走ると、まあ、足摺岬に行った時のデータですが、こんな感じでですね、1274.8キロ、まあ、1275キロ運転して、1リットルあたり17キロと20キロには達しないんですよね、うんうん、これはね、どうしてもやっぱりこうキュッと踏んだりするから、なので僕はふんわりアクセルで走ってみようと思って、ね、走りました。結果1リットルあたり 19.5 キロ走れると、つまりこれはどういうことかというと、より安全により環境に配慮した形で普段から心がければできるんじゃないかっていうことですね。確かにそうですね、はい。ということで、これをどう広めていくかということですが、はい、周りの人と競ってみたくありませんか？確かに、まあ、面白そうですね。はい、燃費っていうのは、見えないものとは違って、数字でビシッと出るものなので、うん、僕はこれ、他の人と競い合って、仲間内でゲームのようにしていくことで、どん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 周りの人も、そして日本中の人たちが、このふんわりアクセルとかより安全な走り方でもって燃料消費量だとか車での排気ガスを減らせるんじゃないかなと思ってですね、今回こちらのデータを取ってまいりました。ということで、皆さんもぜひ車を運転される際は、車を運転しなくちゃいけないときは環境に配慮して走っていただくといいかなというふうに発信して、はい、今回は僕からの言葉とさせていただきます。ありがとうございます。非常に面白いお話を、聞かせてもらいました。ふんわりアクセル意識しますというふうに、コメントでもいただいておりまして、まあ、僕も、もし運転する機会があったら、うん、ふんわりアクセル意識してやってみたいと思います。今度一緒に四国でもいかがでしょう。愛媛県に行きますか。はい、愛媛に連れて行きます。はい、はい、では、クリア君ありがとうございました。 ありがとうございます。はい、では続いてのコーナー行きたいと思います。続いてはミニコーナーです。本日は、比叡山に登ってきたという動画が、ありますのでご覧いただきたいと思います。どうぞどうぞ。ゴールドメンバーと浅利県の留学生で比叡山に登りました。その様子をご覧ください。10m。 はい、ということで300、いろいろあってもうすでに比叡山のこちら山頂なんですけど、言わんか。あのエコールドの数名と、あとアサリ系の留学生も来ていただきました。はい、途中ね、10000回。まあ、数年ぶりに登ったんですけど、前登った時と比べるとやっぱり何箇所か土砂崩れしてて、川のところをロープ伝って必死に行ったりとか、あと通れた道が木が倒れて通れなくなったりとか、やっぱりこう災害のね、被害が山に一番先に来るなというの
実感しながら登ってきました。まあ、この後あの下りの時にその辺も見せれたらと思います。はい、はい、ということで今ここはですね、あのもう実はあの延暦寺見てきてからの留学生たちは疲れてバスで帰ってしまって、我々エコールだけで下山中なんですけど、はい、見えてるのはあの比叡山の山頂の、まあ、美術館なんですけど、でここが比叡山で昔スキー場だったところで、今はもうスキー場としてはやってないって感じで、ただやっぱまだ一応囲われてはいるんですけど、植樹とかもされてるんですけど、まだ森にはなってないって感じで、向こう側にあのロッジとかがあったあの建物跡もあるんですけど、まだやっぱ森には全然戻ってないなって感じですね。でもうあらかた自然のもの、自然の草なんてものもあんまり見えなくて、まあ自然のものといえばここにある非常にいいですね、これ分かります、石クラゲっていうあの生物の教科書に年中もって出てくるやつですね。はい、これワカメみたいですけど実際食べれます。いいですね、これぐらいです。はい、はい、ということでここはですね、あのケーブル比叡駅と山頂に直接行くルートの分かれ道で、まあ、奥にあの千草忠明の碑とかもあるところなんですけど、この後ろ見ていただけると分かると思うんですけど、私が2回だったかの時に台風でここの一面がもう野球場一面より広いぐらいですね、この下も倒れてしまってるんで、ここ全部もともと杉の林だったんですけど全部一面になぎ倒されてしまってるって感じですね。でまあここのルート今でこそこう木を切って通れるようにしてあるんですけど、もう当初は全然通れなかったって感じで、自然災害の恐ろしさを痛感させられます。はい、ということでまあここが倒れた現場なんですけれども、まあ見ての通り結構広く上から下まで落ちているんですが、ところどころまあシダはねどこにでも山の中ならあるんですけど、あれが奥野さん曰くあちらに赤目頭が生えてきて、とかまあその辺にも生えてきているので、また最初から山が発生してるって感じですね。はい、ということで無事今まだ4時になってないぐらいですかね、まあ、予定よりも早く、ここ行きはあのバプテスト病院、京都大学のすぐ、近くのところから登ってきたんですけど、帰りは、まあ山の中で暗くなってしまうと危険なので、修学院の平田坂を通って修学院という形で一番近いルートで帰ってきました。で、はい、ね、胸脇に注意という怖い看板もあるんですけれども、そういう感じで、はい、まあ通してですけど、結構今日はね11月ということもあって涼しめで、比較的終始気持ちよく歩けたかなと思います。まあちょっとねすでにあのエコールメンバー何か下手ってますけれども、ここからもまああとは平地なので歩いて大学まで帰りたいと思います。はい、横井さんありがとうございました。ありがとうございました。あのまあそうですね、僕も行ったんですけれどもまあ、その山を登ってる途中とか、延暦寺とかそういう重要なところはですね、夢中になってしまいまして、動画を撮っていなかったとまあだから割とマニアックなところだけを紹介していくという動画になりましたが、皆さんもぜひ比叡山登ってみてくださいどちらかというと降りてみてくださいでは、山下りコーナー山下りコーナーはい、では続いてのコーナー行きたいと思います。続いてはヒーローちゃんとシロー万博クイズのコーナーです。本日もヒーローちゃんがクイズを出してくれます。それではご覧ください。どうぞヒーローとシロー万博クイズ、やっほー、お疲れ様です。 SDGs ヒーローズ、きらめきヒーローだよー。このコーナーではヒーローが万博に関連するいろんな情報をクイズ形式でお伝えしていくよ。今日の問題はこちら。万博記念公園に建設予定のエキスポ70パビリオン別館に常設展示予定の初代〇〇の顔、〇〇に入るのは、この顔みんなもきっと見たことあると思うよ。わかるかな。答えは黄金。1970年の大阪万博のシンボル太陽の塔の
最上部に取り付けられていた初代黄金の顔が2030年の万博記念公園の新パビリオンで常設展示になるんだって。初代黄金の顔が立った状態で公開されるのは大改修をした平成初期以来なんと30年ぶり。ヒールも見に行きたいな。それじゃあ今日はここまで、またね。はい、ヒーローちゃんありがとうございました。ありがとうございました、黄金の顔ということで、フリア君は知ってましたか？ちょっと小耳に挟んだことがありましたね。僕はちょっと今回は分かんなかったですね。結構難しい。そうですね。はい、というわけで、本日すべてのコーナーが終了いたしました。ちょっと今日はいろいろと面白い話題がたくさんあって、時間も少しオーバーしてしまったんですけれども、最後までご覧いただきありがとうございました。それでは、本日も、これから一日張り切って頑張っていきましょう。それではさようなら。さようなら。